リンリン、ハロー、パラレル、リニンバラレルのニトです。はい。本日はこちらのね、サバンナモニターちゃんのケージのご紹介をしていこうかなと思います。はい。お迎えした時の動画の時からね、ケージのレイアウトというのはあんまり変わってないんですけれども、細かいところをご紹介していこうかなと思います。はい。ということで、サバンナモニターのシェフィーですね。手がアタックされた。ちょっと嫌だったね。ごめんね。はい。ここがね、今、バスキングスポットにしている、ガーデニングとかで使う用の、木の、台ですね。で、ここが一応餌場として置いてます。たまに置き餌として、今、レオパゲルをね、一個だけ乗っけていて、食べませんでしたね。今、昼頃なんですけれども。食べてませんね。食べなかったら、これはですね、そのままハロくんが食べることになります。ハロくんレオパゲル好きでね、乾燥しててもなんかバリバリ食べております。ちょっと水分が飛んでるね。はい。で、バスキングのライトプラス UV のライトとして、エキゾテラ、チェックスさんの、ソーラーグローだったかな、UV も一緒に出してくれるライトを使用してます。で、あそこら辺に今温度計をね、ちょっと設置してるんですけれども、温度はですね、25度ぐらいになるようにしてます。まあ、あったかいところはね、この辺で今40度ぐらいになるように設置してますね。で、下にはね、パネルヒーターですね。で、この木の台、おしゃれだなと思ってこれにしてるんですけれども、ここの隙間に、マットをね、引いて、滑り止め用のマット、下に滑り止め用のマットが引いてあるんですけど、その余りをね、ここに隙間で入れて、ここの隙間をね、なくすように、ケージを作っております。で、奥に、ちょっと気に入って使っていた、ブランケットですね。白いやつ置いてます。あの上でうんちしちゃうと、もううんちの色ついちゃうんで、ついちゃったらもうその時はその時って感じ。あとたまにあの中の下に入ってね、観葉植物の、造花のね中で遊んでます。ちょっと設置しております。で、あそこが、水容器で、壁にね、これも100均で買ったシートをペタペタっと貼ってって感じですね。今ちょっと機嫌が悪いんで、おそらくあんまり近づくと手色アタックされそうですけど。あ、大丈夫そうだね。あんまり心地良さそうではないけど、テールアタックも威嚇のシュッっていう声もないね。急に動き出すと多分シュッとかテールアタックされますけど、そういうことはしないでおきましょう。人に触られるのが嫌になっちゃいますからね。あら、緊張さそうな、気持ちいいのか触られるのが嫌で目を閉じているのか、どっちなんでしょう。で、今バスキングライトのライトがね、私の腕に思いっきり当たっていて、ここ暑いね。よし。そう、今、ここに、こういう感じでね、ライトが当たってて、暑かった。手焼けちゃうよ。で、上にはあんな感じで、LED のライトを仕込んで、で、冬場はね、この上に断トツを置こうかなって思ってます。ちょっと今断トツがないので、断トツを買って、断トツをね、あの上のところに設置してあげようかなと思ってます。今のところ断トツなくても、まあ、夏手前なので、暖かく、過ごせているご様子ですね。あとは、この子はね、なんか水の容器の中にいることがすごい好きらしく、朝起きると水容器の中にいて、
で朝バスキングのライトをつけるとともにバスキングしにこの上に乗っかってきてって感じですね。あとは自分でなんかうまく暖をとって生きていますので、なんとなく体調管理というのは大丈夫そうかなと思います。ケージ自体もね。でうんちもちゃんとするし、ご飯も食べてるし、自分でバスキングに行ったりっていうのもしてるんで、健康問題は大丈夫そうですね。寒くて死んじゃうっていうことは今のところなさそう。まあただ北海道の冬が怖いのでね、これからの時期は11月ぐらいまでは大丈夫だと。11月もギリギリやばいかな。まあ19月ぐらいまではいいとしよう。10月ぐらいからは多分本格的にね寒くなってきたりとかするんで、するとねやっぱりあそこに専用のちゃんとしたね暖かく暖を取れるものをね置いてあげないと。なので何とも言えないですけれども、そのあたりはねこれから準備して進めていこうかなと思います。よかったらさ、君さ上来ないかい、これ。はい、ごめんよ。はい、はい、ちょっとねサムネの撮影がしたい。あーそこいいね、そこにいて。サムネはこれでいこう。いいじゃない君、ありがとう。バスキングを楽しんでるのかな。バスキングしてるとベターってなるんだよね急にね。でね、シェルターみたいの置いてる人とか隠れ家を作ってあげた方がいいっていうのも聞いたんですけど、一回ねシェルターを置いてみたんですよ。ただするとね、シェルターに近づく手をすごく攻撃して、慣れていくの大変そうだなと思ったんで、一旦シェルター抜きました。なんだろうな、人に触られることにまず慣れてほしいので、慣れるまではなんか隠れ家があんまりないようにっていう感じですね。まあたまに毛布に潜ってね、毛布とかブランケットに潜ってね中にいることはあるんですけれども、まずは人に触られるのを慣れてもらうようにしております。あ、バスキングしてる、ベターっと、いいなってそれっていうところでございます。はい、今日のリント日記はね、なしになります。そこに関してはご了承いただけますと幸いです。はい、まあね、動画何本も何本も上げてるとね、どれ見たら良いんじゃーってなりやすいと思うんで、今日のリント日記はなしで、その代わり、サバンナモニターちゃんのね、このケージのご紹介をね、させていただきました。いいね。かわいいじゃない。はい、ということで本日はサバンナモニターの、シェフィーのお家のご紹介でした。一通りこれでケージの紹介は終わったかな。うららちゃんたちのね、うららのちっちゃい簡易ケージ作ってたんですが、あれはね、ちょっとうららちゃんが病気になっちゃって隔離をする形になったんで、あのタイプではなくて、もう完全にここをうららとはるくんにしようと思ってます。ちょっとね、まだ、獣医師さんにね、お預けしてる状態なので、帰ってきたら、そういう感じでね、隔離したいと思います。あとはね、帰ってきたらもしかしたら、隔離必要ないぐらいまで回復してる可能性があります。なので、そのあたりもね、祈りながら、進めていこうかなと思います。はい、ということで、本日は、サバンナモニターシェフィーの、ケージのご紹介でした。ということで、以上、リントでした。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、 Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで以上、リントでした。バイバーイ。